市の京大経済学部に合格した吉村京香です。対策し始めたのは8月の真ん中ぐらい、中3の時からもう京大しか見てなくて、姉が特色入試受験駅で合格したんですよ。英文ちょっと意味が分からなくて正直結構手応えはありました、ね、あったんですか。共通テストです。面接はないです。論文試験がなくなったんですよ。さあ今回はですね、はい、特色入試の京大経済学部に合格した吉村京香です。おーすごい、よろしくお願いします。お願いします。なんで私が京大2の人ですねありがとうございます知っていただいて、はい、まあ、全国にCM いっぱい流れましたから、はい、ちょっとね大阪にやってまいりまして、すごい風景これね、なんかもう家で撮ってんじゃないかってね思われる偽シャンデリアとかあるんですけど、はい、そのなんか、あ、これは貸し会議室みたいなもんです。家にお邪魔してるわけではありませんで、そうなんですよ、特色入試ってまあやっぱり謎じゃないですか。まあね、前に東大のね推薦のルマさんに出てもらったんですけども、特色入試って一体どんなもんなのかちょっと教えてもらえますか。京大の特色入試は一般入試とは別にある、東大でいう推薦のような入試方式で、志望理由書と学部によって違うんですけど、なんか論文や面接とかの学科試験ではない審査方法で審査される入試になります。なるほど。まず書類入試だから準備しなきゃいけないわけですね。はい、私の時はトイレの研究。あ、トイレの研究じゃないんですね私は本当にそういう研究とか留学とかそういう系が本当に一切なくて、はい、その一般的に推薦にいいとされるそのボランティアとか、はい、その些細な経験も本当に一切なくて、はい、学校の授業で興味を持った内容を経済学に無理やり結びつけて、はい、それで志望理由書を書いたんですよ。どんな理由なんですか。英語の教科書に、はい、Lシステマっていうベネズエラの子どもの教育格差をなくすための無料の学校のようなものがあるんですけど、はいはい、その内容が英語の文章で教科書に載ってて、うん、それをなんか経済学に無理やり結びつけて、なんか子どもの教育格差をなくすために研究がしたいですっていう内容で書きました。どういう研究なんですか具体的に。研究っていうほどの研究は本当に全然やってないんですけど、はい、なんかその Lシステマは無料で貧しい地域の子どもたちに音楽教育を受けさせてあげて、で子供たちはその音楽教育によってコミュニケーションを学んだり、その音楽の技術を学んだりして自立のプラスになるみたいなのがあるので、なんか日本でもそういうのを取り入れられるように研究していきたいですっていう形でまとめました。どういうふうに書いたんですかそれを。私は英語の勉強とかその学校の勉強がきっかけで子どもの教育格差に興味を持ちました。でさらに調べていくと京大のこの教授が教育格差について研究されてるので京都大学がいいですみたいな流れで。あ、それ経済学部にいるんですか。そうですそうです。なるほど。その子どもとはちょっとずれるかもしれないんですけど、その貧困の国の格差について研究されてる方なのでちょっと無理やり結びつけて、そういう感じで書いたわけですね、はい、いつぐらいから準備始めたんですか。受験を決めたのは浪人が決まった3月とかだったんですけど、はいはいはい、具体的に対策し始めたのは8月の真ん中ぐらい。ちょっと遅かったのは反省してますね、はいはいはい、それまではじゃあ一般で勉強してたんですか。そうです、もう一般しかやってなかったんです。一般で京大目指してたんですか。そうです、京大ずっと目指してて京大コースでやってたわけですね、はい、じゃあもう現役時代から京大。そうです、京大も中3の時からもう京大しか見てなくて、そうだったんですね。そうです、もう学校行事とか全捨てでもうガリ勉みたいな感じでした。それが特色入試に行くんですね。そうですね、はい、きっかけ何だったんですか。でも特色入試に行こうって、まあ、事件があるんですよ。大事件、事件、はい、大事件、はい、実は双子でして、お、はい、同い年の姉が中高6年間ずっと学校も同じクラスで、はいはい、替え玉受験ですか。いや替え玉してませんいたんですけど、うん、姉より勉強で勝ちたいみたいな思いがずっとあって、それでなんか私は本当にずっと勉強ばっかりしてて、うん、まあ、姉は正直ゆるく遊ぶみたいな、はいはいはい、でも先生とかお母さんとかも勉強姉がしてないからめっちゃ怒りまくりみたいな状況だったんですよ。なのに姉が特色入試で受験駅で合格したんですよ。兄弟。そうそうです。そう、お姉ちゃんは何で受かった、医学部の人間健康学科っていう、はい、京大入試全体の中で、まあ、語弊を恐れずに言うと一番楽に入れる、はい、入試おえよ医学部なのに一番楽なの。楽、医学科は無才難関なんですけど、人間は倍率が多分一番低くて、はい、入りやすいところで、ね、一般しか見てなかったからそう視野が狭すぎたせいで、うん、入りやすい学部があるっていうのにも気づかず、うん、情報戦で負けちゃったなって。なるほど。本当にめちゃくちゃ悔しかったです。はぁ、なるほど。でも8月にどうして目指したんですか。
もともと受験したいのは決めてたんですけど、はい、その姉と同じその楽に入れる人間健康学科に行くか、普通に自分文系だったので、はい、そのまま理点とかせずに経済で行くか、どの学部で行くか結構決めかねてて、それで動き出しが遅くなったのかなと思って、で8月にやっぱりやろうと思ったんですか？やろうと思って、姉の時みたいに特色知らずに受けずに後悔っていうのだけは避けたくて、使えるチャンスは全部使って京大に挑戦したってその思いたかったので。お姉ちゃんがその特色受けるのは知らなかった？知らなかった。部屋とか別なんですか？別です。ああなるほど。そういう感じだったんですね、うん。お姉ちゃんと、同じ学校だけど全然コミュニケーション取ってなかった？取ってなかったです。仲悪かったんだ。いや、それめっちゃ言われたんですけど、別に仲はいいんですけど、なんか普通に違う人間なんで違う行動をやってるだけであって。今はだって姉妹で双子で兄弟にいるわけですね。はい、すげえ。学年は違うけど。そうです、学年は違うけど。それでじゃあ8月になりました。まずどうしたんですか？まず総合選抜型、はいはい、専門塾が当時一般対策として通ってた予備校の近くにあったので、はいはい、そこに入学させてもらって、うんうん、でそこで1年前に京大経済学部に受かった方がいらっしゃったので、うん、その方に実際その方が出した志望理由書を見せてもらって、うん、でその全体的にどういう感じで書いたらいいのかっていうのを見せていただきました、うんうんうん、その自分が考えた子どもの教育格差のテーマをその方が書いたあの方に当てはめる感じで仕上げていきました。そういう感じでやったんですね、はい。そして他になんか書類みたいのつけたんですか？それは特になく、その研究追加とかは特になくて、うん、出さなくてよくて、であとはあの学校の先生が書いてくださった調査書とか、はいはいはい、つけて出しましたね。じゃあ成績は良かった？そうです、良かったです。ガリ勉ですからね。ガリ勉ですからもう。なるほど。でそれで出して、で一次審査みたいなのがあるわけですね。あ、あります、あります。いつ分かるんですか、その結果？11月にその書類、はい、最初の週に出願して、で11月の真ん中ぐらいに分かるので結構すぐ出ます。へえ。じゃあそれまでも両方対策してたんですね。そうです、一般と。そうですね。大変だそれ。もう落ちてたら無駄になっちゃいますからね。そうだね。で来て通ったってなったわけですね。そうです。シャーってなって。そうです。まあ論文が一番の難関だったんで、おうおうおう、まあ、喜びきれなかったですけど。まだあるわけですね。一応安心でした。そして次がステップは何になるんですか？2、論文ですね。論文どういうことするんですか？英語の長い論文1個と、はい、日本語の長い論文1個を読んで合計で2000字ぐらいの論説を、はい、その5問に分けてやるっていうのなんですよ。え、これ筆記試験で行くん？そうです、京大に行きます。へぇ、京大に行って、読んで、でそれについて書く。そうです、読み取りみたいな。英語で書くんですか？いや、日本語です。日本語で。その長い論文2つ。え、これ関係してるんですか？別々の試験なんですか？多分英文ちょっと意味が分からなくてあんまり読めなかったんですけど、はい、多分ちょっとは関連してると思います。はい、で両方の情報を使って。そうですね、論文。書くわけですね。そうです。何字ぐらいか？800字、800字、600字、300字、500字とか。問題がいっぱいあるってことですか？そうです、そうです。問いが5個ぐらいあって、はあはあ、どんな問いだったかとか覚えてますか？問いはここの文章の線が引っ張ってあって、はあ、この線に引っ張ってある言葉はこの文章中ではどう使われてますかみたいな。そんなのがあるんですね。どっちかっていうと意見聞くってよりかは現代文みたいにその書かれてることを正しく読み取るっていう問題ばっかりでした。英語読めなかったのに？読めなかった。読めなかったのに、はい、そういうのが二次試験なんですね。そうです。それやっぱやった時うわーってなりました？いや、その専門塾の方で、はいはい、京大の公式サイトでは過去問が2年分しか見れないんですけど、はいはい、その塾ではその前年度分特色の過去問を見せていただいてたので、それで結構しっかり完全に対策できた自信があったので。そうですね、まあ、うわっとはなったんですけど、うん、まあ、落ち着いて今までやってきたから大丈夫だって思えるぐらいには出ましたね。それで解けたわけですね、はい、じゃあで終わった後、まあまあまあって感じですか？いや、耐えたみたいな感じで、なんか正直、結構手応えはありましたね。 あったんですね。読めなかったのに。そう、読めなかったのに。読めなかったのに。一応回答欄は全部埋めましたし、はい、斜め前に座ってた、はいはい、あの京都のまあ某超有名進学校の制服を着た生徒さんがなんかすごい頭抱えて答案もほぼ白紙で出しておられて、でそんな進学校の方でも難しい問題を、まあ、自分は一応全部埋めれたんだと思ってちょっと安心感は感じました。でまたそれ次があるわけですね。二次クリアして、で最後は共通テストです。共通テスト、面接とかないんですね。そうです、面接はないです。面接ないって面白い。そして共通テストが最後やってくるわけですけど、共通テストどれぐらい取んなきゃいけないの？おおむね8割以上、はいはい、でもちょっと7割、まあ、8割弱とかでも普通に受かってる方はいるので、あ、まあ、ちょっと今回ね難しかったですかね、2022年とかはね。私2021なんですよ。2021年だから取れなきゃ。
でも初の共通テストだからね。そうですね。それはね、苦戦した人は絶対いるはずですからね。で、共通テストをやってどうだったんですか、共通テストは。87% ぐらい。おお、すごい。で、まあ 87% 一般でも出せるし、特色の足切りも突破できてるし、うん、まあ良かったかなっていう感じでした。英語がリスニングも必要。全部。全部で、国語あって、社会何にしましょう。と日本史と臨政をやってます。ああ、日本史臨政ね、はいはいはい。で、数学が1、2、B 必要ですね。そうです、そうです。で、理科は科学基礎と生物基礎をやってました。あ、はいはいはい、これでやって 87%。 そうです。さすが、ガリ勉しただけありますね。そうですね、ガリ勉。これ失敗したらもう、ね、悲惨ですよね。それで、京大の2次受けるよりはどうでした、楽だと思いました。そうです、でも1日で終わるんで、2次試験が。はいはいはい。その2日続かないのは楽でした。なるほど、なるほど。これ本当ね、京大だったら長いのをね、やんなきゃいけないわけですから。でもダメだったら一般受ける気で。そうです、そうです。それは絶対。ということはやっぱ一般と両方の勉強。そうですね。面白いですね、面接がないっていうのね。そう、結構面接あるから無理みたいな、面接あるって勘違いしてる方とかいるんですけど、うん、ないので、本当にちゃんと試験対策したら。おー、すごい、そんな感じなんですね。これでも他の学部もそうなんですか。いや、他の学部は面接ある学部もありますし、はいはいはい、志望理由書とか研究データ送るだけで、うん、あと共通テスト受けるだけで決まるんで、二次試験がないみたいな学科もあります。そうなんですね。じゃあその辺皆さんちゃんと調べて、調べましょう。いかないとダメですよ、そしたら。じゃあ受けようと思ってる人に何かアドバイスはありますか。そうですね、今年から経済学部の特色入試は、その論文試験がなくなったんですよ。その難関だった、はい、なんで、その学びの設計書と、あと5つの英語資格のうちのどれか1つ以上、TOEFL、IBT と、はい、TOEIC か IELTS か、はい、GTEC か英検、はいはい、もうどれか1個以上の基準を満たしてれば、その論文しなくても代わりに応募できるように。代わりになったんだ。へえ。代わりっていうか、論文がなくなって、その英語論文はもう全部ない。そうです、もうゼロになって、論文の負担がなくなった分、多分みんな挑戦しやすくなったかなと思います。多くの人がちょっとどこで差がつくかですよね、それね。そうですね、多分その学びの設計書って結構留学とかの経験がないとなんかダメなのかなって思って、なんか諦めちゃう人が多いのかなと思ってて、まあ、なるほど、そういう感じで。そういう特色でで入った人の方がもうなんかやること決まってて、やる気がいっぱいみたいによく言うじゃないですか。そうですね、やる気がすごい、なんていうんですか、その留学とかその授業運営とかの経験があって、うん、それで特色できた方はすごいあれですね、熱意にあふれてて。やっぱそうなんですね。もう1年生の時から起業とかしてる方とかもいて、本当すごいなって思いますね。えー、なるほど。起業してるんですか。いや、してません。何もしてません。何もしてません。でも格差についてはもうやってるわけです。いやいや、なんで私が兄弟です。わかりました。じゃあぜひぜひその特色入試利用考えてみてはいかがでしょうか。ですね、本当に何も経歴とかなくても受かるので、もう対策をしてくださいね。共通テスト取れなきゃダメですかね。そうです、共通テストは絶対に必要なんですけど、うん、本当に経歴なくても身近な授業内容とかで全然大丈夫なんで、まあ、ぜひ諦めないで。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。